川競馬第11競走第66回ニューイヤーカップ S3 3歳オープン距離は 1500m 出走8頭浦和競馬場2023年今年最初の重賞明け3歳馬の一戦春の3歳重賞戦線への登竜門今年は8頭で争われます馬場の発表は両第66回ニューイヤーカップスタートしました。揃った飛び出し6番ハスノゴールドが中ではいいスタートそして外から8番のワラも行きます。ポリゴンウェイブは現在中段あたり馬群の外から前寄っていきますが先行するのは内から2番のスイフトランナーと8番のワラこの2頭が抜けていきました。1コーナーカーブへ7番のポリゴンウェイブ外根から巻き返して3番手その後ろに6番のハスノゴールド以下離れて固まって1番のウィンドフレイバー外には4番のサムタイムアゴーさらに後方にピノホホあ雨の押しほみみ2コーナーをカーブして向こう上面前は2頭が飛ばしていきます。2番のスイフトランナーと8番のワラ2頭の後ろ徐々に差を詰めてきました。7番のポリゴンウェーブが3番手4番手6番ハスノゴールド内から迫って1番ウィンドフレイバー4番のサムタイムアゴー動く外からピノホホあ一気に上がっていった後位に取り付くそして3番の雨の押しほみみ最後方8頭1段3コーナー今度は外からポリゴンウェーブとピノホホアが抜け出していく。ピノホホア外から先頭に変わる内は食い下がってポリゴンウェーブ4コーナー離れました。3番手2番のスイフトランナーあとは追い上げてきた雨の押しほみみこの圏内にはサムタイムアゴー先頭はピノホホア鞍上後ろを見た4コーナーから直線リードを広げにかかる2番手ポリゴンウェーブもう一度追ってくるポリゴンウェーブ馬体を離して迫ってきた3番手は3番の雨の押しほみみ前はピノホアポリゴンウェーブポリゴンウェーブ捉えてゴールイン差し切りました。人気の7番ポリゴンウェーブゴール寸前5番のピノホホアを捉えました。第66回ニューイヤーカップ勝ったのは7番ポリゴンウェーブ2番手5番のピノホホア3番手3番雨の押しほみみ以下1番のウィンドフレイバー4番のサムタイムアゴーその後ろで続きました。第66回ニューイヤーカップスタート直後少し後手を踏む形になりました。ポリゴンウェーブ早めに積極的に動いてしかし勝負どころではピノホアに先に行かれましたが直線もう一足しぶとく足を使ってそして勝負根性を見せてポリゴンウェーブ重賞初制覇。ここ2戦2着が続いていましたが惜敗続きにピリオド待望の初タイトルそして鞍上今日初コンビでした笹川翼騎手です。5番のピノホホアミスターピンク内田俊夫騎手久しぶりの重賞制覇に積極的に動きましたが最後は刺されて2番手そして後方から足を使った3番雨の押しほみみが3番手入線。第11レースニューイヤーカップ確定までお待ちください。ただいまから第66回ニューイヤーカップ競走の表彰式を行います。はじめに優勝馬ポリゴンウェーブ号に騎乗いたしました笹川翼騎手に勝利ジョッキーインタビューを行います。
第66回ニューイヤーカップポリゴンウェーブ号を勝利に導いた笹川翼騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ポリゴンウェーブ号重賞初制覇ですね。そうですね、本当に厩舎の関係者の方々のおかげと、何より馬が頑張ってくれたんでよかったです。レースを振り返ってまいります。道中早め積極的に仕掛けてらっしゃいましたね。そうですね、ちょっとメンタル的に少し安定しないところが多くて、行く気になったりならなかったりっていう状況がある中で、後ろから馬が来た時に反応しすぎるぐらいしちゃって、ちょっと早く前に出ちゃったんですけど、その時にこうちょっと馬が抜けてしまって、一回前に出られたんですけど、最後の直線はまた鋭い足でかわしてくれたので、本当にこの馬強いなと思いました。もう一足はすごかったですね。そうですね、本当になんていうんですかね、馬がこう標的をその馬に前の馬にしたっていう瞬間がすごくこうあって、それが分かってからのエンジンの入り方はすご素晴らしかったです。はい、さあポリゴンウェブ号南関東三冠路線へ名乗りを上げるための登竜門ともいえるこの競争で勝利しました。2023年も楽しませてくれそうですね。そうですね、それは間違いないと思いますし、背中の良さとかバネとかフットワークは素晴らしいものを持っているので、クラシック路線は盛り上げてくれるんじゃないかなと思います。それではファンの皆様へメッセージをお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。こうやって浦和の新年一発目の重賞を勝てて、個人的にもすごく嬉しいです。今年もますます頑張っていきますので、この馬と僕も応援してくれたら幸いです。皆さんありがとうございました。第66回ニューイヤーカップポリゴンウェブ号勝利に導いた笹川翼騎手でした。ありがとうございました。